公益財団法人交通維持育英会は、交通事故で保護者を失ったり、経済的に就学が困難となった子どもに対し、奨学金を無利子で対応している組織。以前は、内閣府所管の財団法人だったが、公益法人制度改革に伴い、2011年4月1日に公益財団法人に移行。1964年に母親を交通事故で亡くした玉井義信が、 交通評論家として評論活動を開始。自賠責保険の支払い限度額引上げなどの問題提起を行い、1966年からテレビ番組カツラ・コキンアフタヌーンショーで週1回行われた交通事故防止キャンペーンコーナーにレギュラー出演して各界関係者と議論を戦わせ、刑法211条改正実現等に尽力した。 1968年10月、姉とおよ、やはり交通事故で亡くした岡島真嗣らと共に、銀座のスキア橋交差点で、交通維持を励ます会の旗揚げ街頭募金を行う。その後交通維持、遺族による、文集、天国にいるお父様が大反響を呼び、衆議院に予算委員会では、異例の決議が行われ、翌1969年、 財団法人交通維持育英会が設立される。初代会長には、富士製鉄社長の長野茂雄が就任した。これまでに、たびたび、官僚の甘下りに疑惑が指摘されており、国会でも、かつて交通維持育英会の職員として、内部事情に詳しい藤村治山本隆の両衆議院議員や、石井光樹衆議院議員らが質疑を行っている。また、 交通維持区英会の事実上の創設者である玉井が1993年、純粋な民間の組織として新たに足長い区英会を発足させたのも、雨下りを強要されたことによる路線対立が原因と言われている。高校、大学から各種の専修学校まで、毎年1500人程度が小学生となっている。体与平均月額は5万5000円。 交通維持を対象とする育営資金は数多く損するが代表的なものは独立行政法人自動車事故対策機構の交通維持等貸し付である。当該貸し付は0歳児から中学生までを対象としており、高校生以上を対象とする本校の無利子貸し付とは性格が異なる。ありがとうございます。